回はですね、ワンランク上のスイープピッキングの、フレーズとそのフレーズの使い方をね、解説できたらなと思います。まあ、スイープピッキングって非常に人気のあるテクニックで、結構弾ける方はいらっしゃると思うんですけど、まあ、このスイープピッキングをじゃあどうやって使うのかっていうところまでね、今回はご紹介できたらなと思います。今回ご紹介させていただくスイープピッキングなんですけど、まあ、よく使われるトライアドのスイープとかじゃなくて、4和音プラステンションノートを含んだスイープなので、サウンドはちょっと複雑なんですね。まあ、今回のフレーズはですね、非常に勉強にもなりますし、練習にもなりますし、まあ他の方とちょっと違うスイープを弾いてみたいなっていう方にはかなりおすすめの内容になっておりますので、ぜひね最後までご覧ください。はい、ではね、フレーズの方を解説していくのですが、まずこれは5連符のスイープピッキングになります。そして、左手に関しては常に同じ運指で弾いていきます。人差し指、小指、中指、人差し指、小指という風に、ドミソシレ、こういう風なスイープピッキングになります。で、アップから入ってみてください。アップ、ダウン、ダウン、ダウン、アップです。これで C メジャーセブンスナインスのスイープですね。こうで、同じ形のまま次、また同じ運指で、人小指、中、人小指で、これは F メジャーセブンスナインスのスイープです。F メジャーセブンスナインスですね。ファラドミソっていう風になってます。で、次ですね、まあ、ここも同じ運指で、人小指、中人小指、ダウン、アップから入って、ダウンダウンダウン、アップアップ、ダウンダウンダウン、アップ。これは G7 のルート抜いて3度から弾いてる感じですね。なので、まあ、G7 として解釈してみてください。G7 です。G7 の、シレファソシです、ね。で、最後。はい、これは C6 を弾いているイメージですね。ミソラドミ。これもさっきと同じ音詞。人差し指、小指、中指、人差し指、小指。っていう風になってます。なので、コードで言うと、C メジャーセブンスナインス、F メジャーセブンスナインス、G7、C6 っていう風になってます。これはですね、まあダイアトニックコードで言うと、トニック、サブドミナント、ドミナント、トニックっていう風になってます。非常に面白いフレーズですよね。で、フレーズをつなげるとこんな感じになります。はい、このようになります。じゃあこのフレーズはどういった場面で、うまく使えるのかというと、まあ、個人的にはコード一発ものがかなり相性がいいかなと思います。例えばですね、まあ、Dm 一発でアドリブしようよってなった時に、皆さんだったらまあ基本的にはドリアンスケールを多分弾かれると思うんですけど、まあ、そのドリアンスケールに対して今のね、コードの、まあ、スイープピッキングが使えるわけですね。まあ、どういった解釈で弾いているのかというとですね、例えば今これ、まあ、ルーパーでね、Dm6 のコードを鳴らしてるわけなんですけど、このコードに対して最初の C メジャー7スナイスっていうのは D から見たらフラット7ですよね。で、この E の音は D から見たら9ですよね。で、11th, 13th で、ルートっていう風になりますよね。そう、このように度数で考えてあげると、まあ仮に2度マイナー6が鳴ってる上でも、まあ1度メジャー7が使えるんだなっていうのが分かっていただけるかなと思います。しかもここですね、 Em プライドが隠れてますよね。味噌しが隠れてるので、まあ Dm7 の上にこのミソシを乗っけると、アッパーストラクチャートライドですね、テンションノートを含んだトライド。なのでアッパーストラクチャートライドのアプローチもね、同時に行っているっていう解釈ができますよね。
細かく解説しますと、最初の C メジャーセブンスナインスっていうのは、まあ、ここに E マイナートライアドが隠れてて、じゃあ5度から弾いてあげると G のトライアドが隠れてますよね。このようにトライアドっていっぱい隠れてるんですよね。 C メジャーセブンスナインスで、ここが E マイナーで、これは G のトライアド。で次 F メジャーセブンスナインスで打った時も、ここに A マイナートライアドで、ここに C のトライアドっていうふうに隠れてるんですよね。はい、ではね、このフレーズをバッキングの上で弾いていくのですが、5連符だとちょっとスピード感がないような感じがするので、32分音符でね、突っ込むような感じで一回弾いてみますね。そっちの方が多分かっこいいかなとは思います。まあこんな感じですね。非常にスピード感があっていいんじゃないでしょうか。今ね、先ほどご紹介したフレーズをバッキングの上で弾いてみたんですけど、非常にかっこいい響きだと思いませんでしたか。なのでね、こういうコード一発ものに対してのアドリブをするときは、ぜひね、今のフレーズをね、使ってみてはいかがでしょうか。なのでね、皆さんぜひいっぱい練習してみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、ワンランク上のスイープピッキングを解説させていただいたのですが、皆さん弾けましたでしょうか。まあ非常にね、サウンド自体は複雑なんですけど、すごい整理されていて、弾いてて楽しいフレーズかなと思います。なので今回のフレーズね、皆さんもいろんな場面で使えるようにぜひ練習してみてください。はい、ではね、今回の動画はこれで終わりたいと思います。もしね、今回の動画が良かったなと思われた方は、グッドボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。